マフムト一世、マフムト一世、マムーットI、1696年8月2日から1754年12月13日は、オスマン帝国の第24代皇帝、在位、1730年から1754年。第22代ムスタファ2世の息子で、オスマン3世の兄、先代の皇帝アフメト3世の甥にあたる。1730年、パトロナ・ハリルの乱で、叔父が廃位されて皇帝に擁立される。当初はおとなしくしていたが、翌1731年に、パトロナ・ハリルらイエニチェリを処刑して、反乱を鎮圧、実権を握ると、叔父が推進していた西欧化の改革を進めた。パトロナ・ハリルの乱で中断されていた建築事業の一部を手掛けて完成させ、フランス人亡命者のクロード・アレクサンドル・ド・ボンヌアルを重用して軍事改革に取り組んだ。外交では先代から続いていたイラン・サファビー朝との戦争を継続、1732年にタフマースブ2世と一旦和睦したが、ナーディル・シャーがタフマースブ2世を追放してアフシャール・アーサを開き、戦争続行、イラクとメソポタミアで交戦したが長期化、1747年にナーディルが暗殺されると、現状維持を条件に和平条約が締結されたアフシャール戦役。一方、1735年から新たな敵ロシア帝国及びその同盟国オーストリア帝国との戦争、ロシア・オーストリア・トルコ戦争を始めた。戦争は4年に及び、ロシアには敗れたもののオーストリアに対する反撃に成功し、ベオグラードを奪還。1739年のベオグラード条約で、オーストリアに奪われた領土を一部奪還する外交的成功を収め、イラン戦線も終結してからは、オスマン帝国は戦争を控え、1768年にロト戦争が始まるまで平和を保った。しかし、内部では徐々に腐敗が生じるようになり、常に平和を望んでいたというマフムト一世は、カンガンハジベシルアの強い影響下にあった。またマフムト一世の治世以後、ワラキア公とモルダビア公にファナリオティスを起用することが定着した。イエニチェリの腐敗も進み、イエニチェリ空席ポストの給料着服が行われたり、1740年にイエニチェリの株売買を認めると富裕層が買い占めたり、親衛隊としてのイエニチェリの軍事力は低下した。地方の文献化も徐々に進み、徴税請負制が終身契約として有力者に競売に出れると、購入者がそれをもとに徴税をいくらか自らの収入に入れたり、土地の売買と買い込んで地方に根付いたため、後にアーヤーンと呼ばれる地方有力者の台頭で、オスマン帝国の支配は揺らいでいた。1754年、禁用礼拝から戻った直後に、心臓発作のため58歳で死亡、弟のオスマン3世が後を継いだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。